し、目的地到着。何ここ、屋外に出ちまったみてえだな。まずいな、身を隠す場所がほとんどない。種村莉子を連れたまま敵に囲まれるのは避けたい。他のルートを探すべきかもしれん。確かにな、明石もどきもいねえかもだし、一旦来た道引き返して。種村さん、もしかして片山先生の、シャドウかよ。あれがシャドウ。パレス主のお出ましか。種村を連れたまま戦いたくはないが。種村さん、どうしてこんなところにいるの。ここは危険な場所なのよ。早く帰りなさい。全員構えろ。襲ってこない。ああ、むしろ俺らを心配しているみてえだ。木内や宮沢とは全然違う感じ。もしかして話せばお宝を渡してくれるかも。先生、俺たちは先生を救いたいんだ。なんでこんなパレスができちまったのか教えてくれよ、先生。あなたたち、もしかして。なんだ。ダメ、早く逃げなさい。暴走している。このままでは一方的にやられてしまうぞ。わしらがここで倒れるわけにはいかん。ある程度まで片山にダメージを叩き込め。やるしかないの。ごめんなさい先生。ぶっ放せ、キッド決めんぞ、ベルソナ。いってベルソナ、これでどうだ。準備できたよ。よ
ロハンナ、ノリノリでいっちゃおう。ぶち上げたいな。行くわよヨハンナ。ここはペルソラ。我が輩がお前らを支えてやる。うお震え、ジョロ。ここでペルソラだ。我が輩がお前らを支えてやる。助かったぜ。引くわけねえだろクソが。悪いセルド、懲らしめないと。片山の力が高まっていく。何か仕掛けようとしているぞ。片山さん、話を聞いてくれよ。ポニーピンチ、状態異常になってるし。
準備バッチリ。かっこいいとこ見せちゃって。ペルソナ、これでどうだ。かけろ、ヨハンナ。ここはペルソナ聞いてる。やよ、お願い、もうこれ以上は。どうなってるの。片山先生、あんなに苦しそうで。なあ先生、先生も戦いたくねえんだろ。落ち着いてくれよ。みんな上。え、私もどきか。なんで。俺は片山先生が作り出した認知存在ってやつなんでしょ。それがなんで片山先生を攻撃するの。違う、そうか、ようやくわかったぞ。あの明石もどきもまたパレス主。このパレスには主が二人いたのだ。はあ、なんだよそれ。はあ、最初は明石の気配が弱すぎて確信が持てなかったが、間違いない、この二人は別々の人間の意識を持っている。どちらかがどちらかの認知存在ということではなく、どちらもが異なる人間のシャドウだったのだ。一つのパレスにパレスの主が二人って、そんなことありえるの。わしだって予想外だ。こんなパレスがあると考えもしなかった。何をしているんですか片山先生。侵入者の排除があなたの役目でしょう。今さら、あなたは暴力教師でしょ。生徒を殴るのなんてお手の物じゃないですか。違う違う、私はもう学校に戻ることもできないでしょうに。暴力教師の役すらこなせないんですか。警備員としてくらい役に立ってくださいね。騒がれる前に仕留めるぞ。長男、さあ、おい、どうすんだよ。片山のシャドウはすでに瀕死だ。攻撃しては奴の命にも関わりかねん。まずは周りのシャドウを打ち倒すぞ。逃げてって言ってるのに、どうして私もう何をするか分からない。私から離れて。私は悪い生徒を懲らしめないと。一人狙いをつけたら、ガードを固めて身を守れ。
ヒット！決めんぞペルソナ！私は暴力装置。片山さんを操られてるだけなんだ。絶対こっちから手出すんじゃねえぞ。キャドルの言う通り、なんとかして他のシャドウを片付けよう。懲らしめ、いや、懲らしめる、ダメ、生徒たちのこの手で。ペルソナ大僧侶。ペルソナ、私から離れて。いただいていく。我が輩がお前らを支えてやる。ステータスダウン。マジヤバくない？ノリノリでいっちゃおう。ぶち上げたいな。ヨハンナ、ここはペルソナ。ウオ震え、ドロー。ここでペルソナだ。行くわけねえだろ、クソが！逃げろって言ってるでしょうか！行くぞ！ハイライト、行けるよ！我が輩がお前らを支えてやる！助かったぜ！ペルソナ、キングフラスト、受けてみろ。かけろ、ヨハンナ。ここはペルソナ。我が輩がお前らを支えている。助かったぜ。ゾロ、ペルソナ。ステータスだ。奪え。マジヤバくない？ヒット！ペルソナ。ここで終わるのか。カトウダウン、全力で守って。どうだ、行くぞ。ステータスダウン、マジヤバくない？ペルソナ、いただいて。人を前にやってくれ。準備できたんよ。ノリノリでいっちゃおう。ぶち上げたいな。ここで終わるのか。いかんいかん、意を示せゾロ。とどめだ、ペルソナ。助かったぜ。ハイライトチャンス、ぶち上げろ。キャプテンキッド、ぶっ放せキッド。ペルソナ、ここで終わるのか。暴力教師でー、行くぞ。ステータスペルソナ大統領。ペルソナ、いただいていく。ここで終わるのか。ステータスダウン、マジヤバくない？速攻でやりましょう。行くわよ、ヨハンナ。ここはペルソナ。引いてる。ここで終わるのか。意を示せゾロ。ペルソナ、メッサ効いてる。ステータスダウン、キャプテンキッド。決めんぞペルソナ。我が輩がお前らを支えてやる。助かったぜ。逃げろって言ってるでしょうか。どうだ、ステータスダウン。ペルソナ、マジヤバくない？受けてみろ。我が輩がお前らを支えている。助かったぜ。準備できたよ。ノリノリでいっちゃおう。ぶち上げたいな。僕が相手をしてやる。ヨハンナ、ここはペルソナ。本当に
に役立たずですね。でもそんな役立たずもうまく使えんのがコンサルタントの腕の見せ所ですよね。くしょう、降りてこいてめえ、汚れぞ。暴力なんて泥臭いことは他の人に任せることにしているんですよ。面倒ごとは他人任せっての、あんたやっぱ現実の証と同じだ。みんな、みんな私を倒して、茶番劇、いつの時代の熱血ドラマでしょうか。ああそうだ、こうしましょう。その中で一番弱そうな、その制服のお嬢さん、おや、あなた種村さんじゃないですか。ダメですよ、お嬢様が不法侵入なんて。まずは種村さんを思いっきり殴りましょう。それくらいならできるでしょう。面倒見のいいコンサルタントですね、私って。いや、いやよ、絶対に嫌だ。もういい。もういいじゃないですか先生。苦しいなら私を殴ればいいんです。簡単じゃないですか。どうしてそんなに抗うんですか。そんなのできるわけないじゃない。あなたは私の大切な生徒なんだよ。大勢いる生徒のうちの一人でしょ。心の中でまで先生ぶってないで、私を殴って楽になってください、片山先生。違う、無理に先生ぶってるんじゃない。先生ぶりたいんだよ私は。あなたたちに寄り添って話を聞いて助けになれる、そんな先生になりたくて。身勝手でごめん、一方的でごめん、ダメな先生でごめん。先生、最後まで自分を捨てたくない、生徒たちを裏切りたくない。たとえ自分がどうなっても最後まであなたたちの先生でいたい。どうして私はあなたの手を振り払ったのに、どうして何度も手を伸ばしてくれるの。どうして自分が傷ついてまで守ろうとするの。本当に昭和のドラマみたいですね。熱血教師の感動学園ものなんて今時視聴率は取れませんよ。大衆は暴力教師ものをお望みなんです。さあさあ、
役立たずになりたくなかったら望まれる役を演じ切ってみせなさいな。見てお父さん、テストで90点を取ったよ。90点か。100点の子はいたのか。いたと思う。そうか。ならば次は一番になれるように頑張りなさい。え？お前は埋め種を継ぐ人間だ。上に立つ者は人に弱みを見せてはいけない。誰にも恥じることのない成績を取り続けるよう精進しなさい。いいね。はい。あなたに優しくしていたのはね、あなたが社長のご令嬢だからですよ。まさか自分自身が愛されているとでも思っていたんですか。梅種のご令嬢という肩書きがなければあなたなんて誰も見向きなんてしないのに。みんな私が梅種の後継者だから大切にしてくれる。大切にしてほしければ私はきちんとした後継者でいなければならないんだ。愛されたいなんて、愛なんて感情は私の中から捨てなくちゃいけない。後継者らしく優秀な生徒であろう。両親が求める完璧な娘であろう。望まれる役をちゃんと演じ続けよう。望まれる役を演じるですって。うん。何よそれ。役なんて演じなくてもそのままの私を愛してくれる人はいたじゃない。ずっと手を伸ばしてくれていたのに、その手を振りほどいたのは私自身だった。違うの。信じさせてあげられなかった。大人が悪いのよ。子供はただ愛を受け取るだけでいい。あなたのご両親も私もあなたにそれを感じさせることさえできずに。違うんです先生、信じることをやめたのは私なんです。愛していないと言われるくらいなら最初からいらないって。受け取ることすら捨ててしまった。でも無償の愛はいつだってそこにあった。種村さん、そういう感動系は視聴者が求めないってさっきも言ったじゃないですか。そういうより、もしかしてあなた愛されたかったのですか。いや、滑稽滑稽。ご令嬢が愛だのと愚かしいですね。そんなものもう手に入らないんですよ。
ってあなたに近づくのはみんな埋め種の財力が目的、金が目当てでしょうからね。くんわ、愛の言葉が欲しいのなら私がいくらでも言ってあげますよ。金村さん、君を愛していますよ。有能なお嬢様の君をね。頑張れ。黙れって言ったのよ。あんたの薄っぺらい愛情なんてヘドが出る。安全圏から人を騙し陥れる、私腹を肥やす、それしか能のない三枚舌が。にもいかん。片山組のシャドウを倒すしか。けどよ。大丈夫。これで終わりですよ。やめて。これはあなた、やっぱりそうだったのね。わかってる先生、私はもう捨てません。必ずあなたを救い出してみせる。そして先生の愛を貪り食す極悪に明石け、貴様から全ての欲望を奪い返す。その覚悟見届けたり。自ら恐れ手放し放棄したそれを再び手に取る。そなたにとって安楽な道とはならぬこと承知の上であろうな。なれば暗き陰遁に包まれ泥にまみれても突き進むがいい。愛なる欲望己が意志で取り返してみせよ。さあ共に野を駆け森を抜け空を舞おうぞ。我は何時、何時は我。飛んでる。あれもペルソナなのか。そのようだ。あんなタイプは初めて見たが。全てを見定めて。ジオネ。まさかリコ先輩までペルソナを覚醒するなんて。待たせてごめんなさい。この子の能力はサポートに長けているようね。話をしている暇はないぞ。このシャドウかなり強力なやつだ。ええ、任せて。私がみんなの追い風になる。
手に暴れてちょうだい。これで決める。フルスロットル。ヨハンナやるわよ。ステルスだ。うお、震え、ドロー。ペルソナ、これこそ会心の一撃。ぶっ放せ、キッド。ペルソナ。行くぞ。味方がダウン。急いで立て直して。どうだ。ペルソナ。いただいていく。エンズタイター。でー、いた。聞くだろ。いい判断ね。さて、どうしようかしら。生意気な面だな、おい。戦術支援発動。ヨハンナやるわよ。狙い通り。ペルソナ、お灸を据えてあげましょう。デッキダウン。今がチャンスよ。これで総崩れよ。ダウン復帰。いかんいかん。さあ反撃の時間よ。ここでペルソナ。我が輩がお前らを支えてやる。助かったぜ。厄介な状態ね。ぶっ放せ。素早く治療を。ペルソナ、私の出番ね。どうだ。当たらない。いい判断ね。ペルソナ、いただいていこう。聞くだろ。準備完了よ。合図をお願い、ワンダ。さて、どうしようかしら。戦術支援発動。派手に暴れてちょうだい。うお、震え、ドロー。ペルソナ、我が輩がお前らを支えてやる。ぶっ放せ、キッド。ペルソナ、我が輩がお前らを支えてやる。行くぞ。ペルソナ、これでどうだ。聞くだろ。聞くだろ。行くわよ、ヨハンナ。やるわよ。狙い通り。ペルソナ、お灸を据えてあげましょう。意を示せ、ゾロ。ペルソナ、ぶっ放せ、キッド。ペルソナ、我が輩がお前らを支えてやる。戦術支援発動。そんな、ペルソナ、いただいて。準備完了よ。合図をお願い、ワンダ。さて、どうしようかしら。
かき回して、チヨメ。見事な判断だぞ。行くわよ、ヨハンナ。ここは、ペルスラッシュ。どう前にやってくれ。はぁ、いかんいかん。いい戦いだったわ。次もこの調子でね。なんとか切り抜けられたね。けど片山さんが明石に連れて行かれちまった。早く探して助けねえと。ええ、急ぎましょう。先輩、大丈夫ですか？ペルソナを覚醒した直後だからな、消耗も激しかろう。ここは一度退いて現実に戻り、種村莉子を休ませることを優先させたい。シャドウたちも警戒を高めているだろうしな。でも片山先生が。そうだな。しかもさっきの状況、先輩のおかげで乗り切れたんだしよ。相当疲れてんだろ、肩貸せ。いやいや、それなら私が貸すから。あ、なんで？リコ先輩女の子だし、あとソイだとなんかいろいろ雑そうだし。雑？お姫。あ、でもワンダーなら雑には扱わないかも。お前それ遠回しに俺のことディスってんよな。そんなに心配しないで、歩くことなら問題ないから。でもできれば落ち着いたところで休みたくはあるわね。よし、一旦現実に戻ろう、ワンダ。改めてだけど、まさか先輩がペルソナを覚醒するなんて驚きました。ペルソナ、あれがそうなのね。異世界でも千代はずっと私を見守ってくれていた。完全な覚醒前から形をなしてお前のことをサポートしていたのだな。前々から気にはなっていたのだ。この欲望が枯渇する世界において、種村は明石を調べたいとわしらを動かし、危険を冒してまでそれを成し遂げただろう。あの頃からおそらくお前の欲望の素養が目覚め、ペルソナも反覚醒という形だったのだろう。その声、キャトル。うむ、現実での名はルフェルという。この姿もなかなかいなせであろう。なるほどね。君のカバンに潜んでいたフクロウさんが私が聞いた声の正体。カフェであなたの声が聞こえていたのも私が覚醒しかけていたからだったのかな。そうかもしれんな。ところでわしのフクロウ姿もなかなかいなせであろう。それさっき聞かなかったか。きっといなせだって言ってほしいんだよ。欲しがりさんなのかしらね。でもいなせというより勝者じゃない？ほほー、お前話がわかるじゃないか。
今風に言うとおしゃれということ、清らかで垢抜けているという意味よ。聞いたこともなかったわ。やっとわしの言葉の理解者が。特にモトハとシュンと言ったらもうなあ。そうだぜ、普通の高校生相手に難しい漢字使うなってのな。うん、そうで、なんで私の方を向くの。ごめんなさい、話の途中なのだけど、体がそろそろ辛くなってきて早く横になりたいわ。おっと、すまなかった。お前の疲労のために帰還したのだったな。あ、私家まで送ります。大丈夫よ、車を呼ぶから。ありがとう元葉。それじゃあまた学校で、その時にいろいろ聞かせてちょうだい。よし、それでは我々も解散といこう。おのおのゆっくりと休むのだぞ。